はい、こんにちは、116WINSです。今回はですね、初心者向けの企画、初めての MLB の第2弾ということでやっていきたいなと思っております。で、 MLB を見始めると、おそらく多くの人はこういった感想を抱くと思うんですね。昨日までこの選手このチームにいたのに、今日見たらこのチームに移籍してるなとか、昨日までチームにいた選手今日はロースターにいないな、などなどですね、まあ、非常にですね、選手の動きが多いことに気がつくと思うんですね。で、日本のプロ野球を見慣れていると、まあ、あまり選手が動くことは多くはないので、まあ、ちょっと MLB の選手の移籍の多さにちょっと驚くかもしれないんですけれども、まあ、今回はですね、なんでこんなに移籍が多いのかというところを中心に、まあ、ロースターにまつわる話をしていきたいなと思っております。はい、まず移籍の多さを理解するためには、 MLB のシステムがどういう風に構築されているのかを理解する必要があります。で、 MLB の登録選手は最大40人となっておりまして、で、そのうち試合に出られるのは26人までということになっています。で、シーズン中その26人以外の選手はマイナーに所属することになっておりまして、左側の図、 MLB より下のクラスがですね、マイナーのクラスになっておりまして、まあ、7階層ほどあります。まあ、NPB の支配下選手登録と出場選手登録をイメージすると、もしかしたらわかりやすいかもしれませんね。 MLB の登録選手が NPB でいうところの支配下選手登録で、で、 MLB の試合に出られる26人が出場選手登録、まあ、あの一軍の試合に出場できる人たちと考えたら、まあ、MLB も NPB も似たようなところはあるのかもしれませんね。で、選手たちはマイナーの下から始めはスタートしていき、まあ、徐々に実力とともにマイナーのクラスを上げていきまして、最終的には MLB の40人枠、さらには26人の出場選手枠に入るように選手たちは努力しているわけですね。では、選手がメジャーに昇格したとして、その後はどういう扱いを受けるのでしょうか。まあ、もしその昇格した選手がチーム側から見たとき、思ったよりも活躍しなかったなとか、あるいは怪我人などが出て、一人緊急に選手を昇格させないといけないから、まあ、誰か選手を一人落とさないといけないなどの事態になった時に、一応メジャーにいる選手をマイナーに落とすこと自体は可能なんですね。ただ、いろいろと制限があるんですね。まずマイナーに落としたい選手を MLB の40人枠に残したままマイナーに落とすとき、選手のマイナーリーグオプション、まあ、いわゆるオプションを行使する必要があります。で、オプションは各選手3回まで与えられまして、そのオプションをその年に行使した後は、その年に限れば自由にメジャーとマイナーを行き来することはできるんですね。仮に3年間メジャーとマイナーを、まあ、40人枠に残した状態で行き来させれば、もう次の年はその選手はもうオプションがないんですね。この状態のことを英語ではアウトオブオプションなど言ったりするんですけれども、オプションが切れてしまうと40人枠に残した状態でマイナーに落とすことができなくなってしまうんですね。ただオプションが切れたからといって誰かをマイナーに落としたいっていうことは変わらないと思いますので、じゃあそういったオプションが切れた選手をマイナーに落とすためにはどうすればいいのかっていう時に、Designated for Assignment という、まあ、処置を取ることで、まあ、その選手を40人枠から外すことができるんですね。略すと DFA とも言ったりもするんですけれど、DFA された選手は、まあ、40人枠から直ちに外れることになるんですけれども、10日以内にトレードするか、ウェーバーにかけるか、どこの球団にも獲得の意思がなければ、マイナーに落としたり、あるいは、まあ、選手をもうそのままリリース、まあ、いわゆる解雇に近いような状態で、チームから完全に放出などの選択肢が与えられるんですね。まあ、あの、先ほどのオプションとは違いまして、まあ、選手流出のリスクを伴う処置なんですね。なので、マイナーに簡単に落とせないことが、まあ、一つ選手の流動性を高めているのかなと思いますね。では一旦メジャーに上げてしまうと簡単にマイナーに戻すことができないのであれば、じゃあもう本当に選手が育ちきるまでマイナーに放置すればいいじゃんと思う方もいると思うんですけれども、これもですね、できないんですね。一定期間40人枠に入らない状態でマイナーでプレイし続けると、ルール5ドラフトというドラフトの対象になるんですね。で、このルール5ドラフトというのは、まあ、買い殺しを防ぐための制度でして、他球団のマイナーにいる選手を、獲得できる制度になっていまして、まあ、もちろんその獲得した球団は、その指名した選手を MLB に1年間置いておく必要があるなどの、まあ、制約はあるんですけれども、まあ、そういった現在の球団でチャンスを与えられていない選手に対して、他球団がチャンスを与えることができるような制度になってるんですね。なので、このルール5ドラフトという制度がある関係上、まあ、有望な選手などはもう40人枠に入れざるを得なくなっているんですね。なので、先ほどのオプションと組み合わせると、まあ、同じ球団でなかなか芽が出ない選手は、まあ、比較的移籍がしやすいような制度になっているんですね。こういったところもまた MLB の移籍を多くしている要因だと思いますね。
はい、ここまではどちらかというと、まあ、今 MLB に定着するかどうかぐらいの、まあ、ボーダーのような選手たちを念頭に置いて話してきたんですけれども、では MLB に定着した選手はどうなのかっていうところをここから話していきたいなと思っております。まずですね、 MLB で6年間に相当する日数プレイすると、まあ、選手は自動的にフリーエージェントになることができます。この点は日本とアメリカで非常に制度の差が出てきているところですね。まあ、日本の場合国内 FA までは8年、海外 FA は9年という、まあ、年数が設定されていますので、まあ、MLB はそれと比べて2年か3年短いということになりますし、また日本のフリーエージェントの場合宣言をしなければ FA になることができませんので、まあ、ここもですね、 MLB では自動的に全員 FA になるということで、また制度の差が出てきているところですね。で、 FA までの年数が6年しかないということで、まあ、最近はまあ結構ですね、若手のスター選手を、まあ、長期契約で8年とか9年とかの、まあ、長期契約で、まあ、囲い込むっていうのがある種トレンドになってきているんですけれども、ただ、まあ、全ての選手が応じるかって言ったら、まあ、そうではなくて、まあ、選手の中ではフリーエージェントで、まあ、もっと大型契約を狙いたいなどの思惑があって、まあ、なかなかですね、長期契約がうまくまとまらないということも、まあ、結構見られますね。まあ、そういう時にチームはどう考えるのかと言いますと、まあ、フリーエージェントでその選手をほぼただ同然で失ってしまうぐらいだったら、まあ、他球団にトレードして、まあ、いくらか見返りを得た方がいいだろうということで、まあ、そういったスター選手でもトレードに出すことは珍しくないんですね。で、その見返りとして未来の主力選手となってくれそうな若手選手、まあ、いわゆるプロスペクトを獲得してまた未来に備えるということが、まあ、結構頻繁に見られるんですね。またこの他にも選手の年俸があまりに高額で払い切れないのでトレードっていう事例も、まあ、結構頻繁に見られますね。まあ、MLB ですと選手は3年間メジャーでプレイしますと年俸調停の資格を得るんですけれども、まあ、年俸調停の資格を得たスター選手、まあ、若手のスター選手などは、まあ、最近は本当にすぐに大金を得てしまうので、まあ、なかなかですね、資金力に余裕のあるチームばかりではないので、まあ、どうしてもお金のないチームは、まあ、そういった若手のスター選手を抱えきれずに、まあ、トレードに出してしまうってことも、まあ、決して珍しくはないですね。なのでまとめますと、 FA までの期間が6年しかないことが、まあ、チームにいろいろな戦略としての選択肢を与えまして、まあ、その結果として、まあ、こういったスター選手に近いような存在でも、まあ、選手が頻繁に動くということがあり得るんですね。で、特にこうしたトレードが頻繁に起きるのが7月末のトレード期限、トレードデッドラインですね。まあ、この時期が正直一番面白い時期と言っても過言ではないかなと思いますね。まあ、7月末と言いますとシーズンも後半戦に差し掛かってきて、まあ、各チームある程度プレイオフを狙えそうか、まあ、そうではないかっていうところが、まあ、多少は見えてくるような時期になるんですけれども、まあ、特にですね、プレイオフを狙えそうなポジションにいるチームが、まあ、続々と補強に動くんですね。裏を返せばもうプレイオフの可能性がかなり低いチームは、まあ、主力選手、特に FA が近い選手を、まあ、次々と売り出して、まあ、プロスペクトを少しでも得ようとする時期ではあるんですけれども、もうこの時期は本当にトレードの噂が絶えませんし、また実際に成立するトレードも非常に多いですので、もう見ていて楽しいんですよね。まあ、去年のデッドラインですと、ザック・グレインキーですとか、ニック・カスティアノス、まあ、トレバー・バウアーといった、まあ、スター選手もトレードされましたし、まあ、スター選手のトレードも非常に多い時期なんですね。で、ある程度獲得した選手のレベルで、まあ、どの程度チームが本気なのかっていうところがわかりますので、おお、このチーム、この選手獲得したのかすごいな、本気だなっていう風に思うことも、まあ、結構あるような時期ですね。なので、この時期は選手の動きも非常に激しいですので、もう本当に目が離せないような時期ですね。まあ、他にもですね、オフシーズン中は、ウィンターミーティングの時期など、まあ、そういった時期は非常にまた移籍が増えてくるような時期でもあるんですけれども、まあ、本当にですね、MLB は年中移籍があるようなリーグですし、また移籍の多さっていうのも MLB の醍醐味なのかなと思いますね。で、まあ、移籍の数は本当に多くて、まあ、追うのも大変だとは思うんですけれども、まあ、ここが追えるようになったら、もはや立派なファンだと言えますので、まあ、ぜひですね、これから MLB 見てみようと思う方は、まあ、こういった選手の動きなんかにも注目してもらえればいいなと思いますね。で、そうは言っても移籍どこで追えばいいのって思う方も多いと思うんですけれども、まあ、個人的におすすめなのは MLB トレードルーマーズという、まあ、ウェブサイトがありまして、まあ、ここがですね、本当に選手の移籍情報を本当に網羅しているようなサイトですので、個人的にはここがおすすめですね。英語のサイトではあるんですけれども、そこまで難しい単語は使われていないですし、また記事も結構短めに書かれていることが多いので、まあ英語がちょっと苦手という方でも、まあそこまで苦労せずに読めるんじゃないのかなと思いますね。まあ概要欄にリンクを貼っておきますので、まあそちらもですね、ぜひご覧いただければなと思います。ということでですね、今回の話は以上となります。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。
Thank you.